C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日は山野美容専門学校の就職ガイダンス1年生向けですね、就職ガイダンスに参加させてもらって、その時にいただいた質問を、その時に答えたんですけれども、まだちょっとご自分の中で足らないところがあって、フォローアップで動画流しますので見てくださいって、いうことで今撮ってます。だから今日来ていただいた方はみんな見ていてほしいんだな、っていうのはね、なぜかっていうと、別にうちに就職したいから来てる人たちじゃないんですよ、1年生っていうのは。で、今日来た方はね、10名ぐらい来てもらったんですけど、僕はすごいなと思ったのは、周りにですね、超有名店舗とか大きいグループとかがあって、もうドワーってこう人だかりができてるブースがあるんですね。で、その脇で僕は1人か2人しかいない、言うてもこういなかったりとかする、聞いている生徒がね、そんな状況の中でうちのお店を来てくれたっていう子はですね、相当ポリシーがあると思うんですよね。いろんな話を聞こうとか、それからもう地方に就職するっていうふうに決めてるんだとかいうふうに、ある程度ポリシーがある方が来てくれてるんじゃないかなと思うんですが、うちに就職したいからうちに来たっていう感じじゃないんですよ、1年生っていうのは。だからね、地方だったら地方の美容室どうなのかなっていうことで話を聞きに来ていただいたんじゃないかなと思うんですよ。で、その中でね、いくつか、ここにちょっとメモったんですけど、質問が来ました。で、その時にパッと答えたんですけども、もうちょっと足んないぞっていうところも含めてちょっと解説したいなと思うんですね。で、まずね、地元か都内かどっちかで迷ってるっていう、これはみんなそうだと思うんですけど、やっぱりね、将来展望、こういう美容師に将来になりたいっていう像があるのが一番いいんですけど、なかなかね、やっと2年生になるっていうところでですね、そこまでのところまで考えが及ばないと思うんですよ。でですね、僕の考えですが、一般的にですね、一般的に都内と地方で言ったら、やっぱり都内は特に超一流店舗っていうのはやっぱり厳しいと思うんですよ。ちょっと話したと思うんですけど、残業がどうのとか終電がどうのとかっていう話をね、させていただいたと思うんですけど、やっぱ厳しいと思うんですね。で、僕が一番困るのは、都内のすごい有名店舗って厳しくて、美容師がもうちょっと続けられないなっていうところで辞めてしまいましたと。そしたらですね、美容師も辞めてしまうんですよね。じゃなくて、都内に行きたい、美容師がやりたいって思ってるなら、もしそれで厳しくて勤まらなくても、まだですね、地元のところで、そこそこのペースでやれるようなお店もあるので、都内の美容室行って厳しい思いをして、あ、もう美容師ダメだ、俺私はできないって言って辞めてしまうことだけはやめてほしいんですよね。必ず夢はつながると思うので、辞めなければ夢はつながるんですよ。だけど、辞めてしまう人が多いっていうのが僕は一番問題だなと思うんですけど、都内の美容室の超有名店舗に行くとですね、ある意味ですよ、特化してしまう美容師になるんですよ。例えばカラーならカラリストとかっていうように、カットとかでも例えばもうすごく有名なところで言うと、メンズの特化したサロンとか、それからダブルカラーでカラーに特化したサロンとかいうふうに特化してしまう。で、特化してしまうとですね、地方って、地方が特殊じゃないんですよ。都内が特殊なんですね。都内の超有名店舗というのが特殊なんですね。だから特殊なところでいろんなことができたとしても、地方に帰ってくると、地方では当たり前のことが当たり前じゃないところにいるとですね、仕事の幅がすごくこう、狭くて特化しちゃうんですよ。だから将来的にいろんなことがやりたい、いろんな、例えば、トータル的なことを考えたいとかっていうんであれば、ちょっと地方のですね、大きい美容室に就職した方がそういった道では開けてくるんじゃないかなと思うんですよ。でも例えばですけど、都内で若い時に勝負したいって思ってるなら、やっぱり行った方がいいと思いますよ。僕は都内経験がないんですけど、やっぱり結構話を聞いてると厳しいことが多いと思います。だけどそれを乗り切れば地方に帰ってきて全然怖いことはないと思うんですね。
なのでまず、やりたい、都内に行きたいと思うならば不安もあると思うけど、やっぱり行ってですね、期間を決めた方がいいです。もう5年はもうしがみついていようとか、3年はしがみついていようとか、そういうふうにですね、期間を決めてやるっていうのもいいと思います。でも都内でもね、すごくそういうとこをね、福利厚生とかを考えてるお店もたくさんあるので、あまりにも超有名な特化したところじゃなくて、トータル的な都内のところですね、そういったところに行くっていうのも僕はいいと思います。ただ将来的に地元に戻ってきたりとかしたいんだなっていうことを考えているのであれば、そんなにですね、都内にこだわる必要はないのかなっていう感じもしています。とにかく一番困るのは、都内の厳しいところに行ってそのまま美容師を辞めてしまうっていうのが一番僕的には、こう将来的にね、美容師の未来を考えると、あなたの未来がそこで止まってしまうんで、細々とでもですね、続けていける環境っていうのがね、とても大事なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、次ですね、ヘアメイク、ヘアメイクになりたいって人がいたんですよね。で、僕はヘアメイクっていうのは一番難しいんだよねっていう話をしたんですけれども、ヘアメイクとして生きていくっていうのはですね、非常にこう、なんていうんですかね、美容師になりたいっていう、こうぼんやり感よりもさらにぼんやりしてると思うんですよね。例えば雑誌のヘアメイクがしたいとか、いろいろこうヘアメイクっていうのはブライダルとかいろいろあると思うんですけども、フリーのヘアメイクとして活躍するっていうのはですね、相当ですね、なんですかね、こうぼやっとした目標だと思うんですよね。例えばなんですけど、美容師をやっていてヘアメイクが好きでヘアメイクも一生懸命やってる中で、例えばお店の協力もあって卒業式とかでね、オファーが来てそれをやったりとかするところからヘアメイクの道が開けていって、まあ、そういった道で生活するっていうのはあるかもしれないけど、多分かなり難しいと思います。ヘアメイク事務所にっていうのはあるけど、そこに所属したからっつって生活ができるわけではないし、例えばそのバイト感覚でたまに行ってちょっとお小遣いもらえばいいみたいな感覚だったらいいかもしれないけど、そういうわけにいかないじゃないですか。社会人だから生活しなきゃいけないから。その時にどうかなって思うのは、なんかすごくヘアメイクで生きていくっていうのはぼやっとしてて難しいかなという感じがしますね。だったらブライダル事務所、ブライダルに行くとかいうところなのかな。でもブライダルでヘアメイクで生きていくっていうのも相当難しいと思うんですよね。ヘアメイクっていうこれのワードはね、やっぱ何年前からかもう結構すごい聞くんですけど、すごい難しいですよ、正直言って。僕の友達でですね、同期というかね、同じところで働いた子で、お店辞めてヘアメイクに転身した人がいるんですよ。いるんですけど、その子はですね、やっぱり、まあ、地元のですね、まあ、夜のお飲み物を、ね、出すところあるじゃないですか、女の人がいて。そういうところのヘアメイクを週に3回とかっていうふうに入れながら、生活のベースとして入れながらですね、で、ヘアメイク事務所に所属して、でそういう雑誌の仕事とかをメインにこうちょいちょいやりながら、某有名アーティストの専属ヘアメイクになって、でそこからあのヘアメイクでこう生活できるようになったっていう子はいるんですよ。ただやっぱりその専属になった人だって、例えば今年いっぱいで終わりねっていうことであればね、やっぱりこうそれで終わってしまうから、また生活できなくなるわけですよね。非常に難しいんじゃないかなと思います、ヘアメイクっていうのは。このことを言ってきた子に言ったんですけど、美容室に所属しながら、美容師は美容師の仕事としてして、で、着付けとかセットとかメイクとかっていうのが多いお店、そういうところに力を入れてるお店に行って、そういった仕事をその店で一生懸命やるっていう方が、ヘアメイクを楽しみながら、美容師をやりながらヘアメイクを楽しむっていうような感じのイメージが出るかもしれないです。これは何とも言えないですけどね、はい、ちょっとヘアメイクっていうのは難しいじゃないかなっていう話をさせていただいたのはあるんですけども、もちろんそれで生きてる人もいるから、夢を捨てないで、突き詰めて自分で探すしかないから、やるしかないかなと思いますね。でですね、トータルビューティーを目指した方がいいのかっていう話があったんですけども、トータル、美容室でいうトータルは目指した方がいいと思いますね。要するにここから上のことは、頭、まつげかどうかなと思うんだけど、まあね、難しい。まつげくってなかなか難しいんですよね。ヘア、メイク、セット、それからまあ
女の方が着付けとか、そういうふうにトータル的なところを目指すっていうのは悪くないと思うんですが、その例えば全部エステとかネイルとか、まあ、さっき言ったマツエクとか全部こう入ってくると全部できるって人いないですよ。やっぱり、全部できるってちょっと難しいでしょうね。着付けできてヘアメイクできてとかっていうのがいるかもしれないけど、じゃあカットもできてメイクもできてマツエクもできてネイルもできてみたいなね、何かしら趣味になっちゃうと思うんですよね。だから美容室としてやっていること、一般的にはカットからパーマ、メイク、セットとか、そういった、まあ、着付けもそうだけど、そういったところでトータルいろんなことができるっていうのはいいと思うんですけど、ある意味こう、あとで自分が美容師として生活できるのかどうかって考えたときに、その特化するってことを言うと、例えばカラリストとか、ネイリストとか、ネイリスト生活できるかもしれないけど、もう分かんないですよね。ネイリストもね、なくなっていく仕事だって言われながらずっとあるし、なんていうのかな、こう特化しすぎてしまって美容師として生活できなくなってしまうのが一番困るんですね。例えばこうカラリストって言われても、カラリスト雇ってるところで少ないんですよね。カラリストうち雇ってますっていうところに行けばもちろん働けるんですけど、そういった意味ではカラリストっていうだけで生きていくっていうのはベースが必要ですね。カラリストを募集してますっていう店があるかっていう、そういうところもすごく難しいし、セットリストとして生きていけるかっていうと、これでまたね、なんでしょうね、例えばこう夜のお仕事をしたりされてる方がいっぱいいるところにお店を出してセットの人が引き出しに来てるみたいな感じだったら生活できるかもしれないけど、そんな環境なんてほとんどないし、難しい環境だと思うんですよね。だから特化しすぎるっていうのもなかなか難しいですよね。唯一その特化して今カットだと思うんですよ。カットだけだったら、まあカットだけのサロンっていうのもあるんで、カットだけやるよっていう感じだったらどこでも特化しても大丈夫かなとは思うんですけど、なかなか難しいな。やっぱある程度美容室のこっから上のものっていうのは頭から上ですよのことはできた方がいいかなと思います。特化してもね、ある意味こうすごくとんがったこれだけっていう特化っていうのはこれから生きていく上では難しいかもしれないです。何年でスタイリストになれますか、何年でスタイリストになれますかってことなんですけども、 C の3で言うと3年以内にスタイリストにデビューしてくださいっていう目標を立ててやってくださいっていうことですね。これはですね、まあ、うちの場合朝活サロンなんで普通にですよ、朝来て、バーって練習してはい終わりっていう感じの生活をしてれば1ヶ月でやる自分だけの練習っていうのはですね、15-16時間にしかなりません。15-16時間の練習をしてどんどんレベルが上がっていくかっていうと、やっぱり上がっていくでしょうけどスピードは遅いでしょうね。やっぱり夜の時間も利用してちょっとウィッグ触って帰るみたいな習慣をつけないと非常に厳しいと思います。3年でデビューするっていうのは、夜も朝もある程度ちょっとでいいんでウィッグを触って帰るような習慣をつければ3年以内でデビューっていうところは全然叶うと思うんですよね。なので一応3年以内でデビューしてくださいっていう目標を立てるけれども、そのままのお店の仕組みにのっとってやってたら3年でデビューするのは難しいかもしれないです。っていうのはその私はのんびりやりたいんですっていう人でも生きられる入れるようなお店の環境を作らないと求人ができないので、そういうシステムにしてるんですよ。だから3年以内で絶対にスタイリストになれと、そういうやつじゃないとうちは雇えません。でもしそういう子が入ってきても毎日ついていけないからやめることになりますよっていうような結構厳しい店だったらばうちに就職しない子も多いわけですよね。だけどいいよ、ゆっくりでもいいよって言ってるから就職してくれてスタッフになってくれてる人もいるから、だから早く行きたいんであればもちろんサポートするし、俺はゆっくりでいいんだ、私はゆっくりでいいんだっていう人は自分のペースで行けばいいと思いますけども、基本的には3年っていうのはいいところかなと思いますね。これは C の3に限らず3年ぐらいではですねスタイリストデビューしてほしいと思います。はい、ちなみになんですけどカットを練習して3年かかるってわけじゃないんですよね。カットはやっぱりね突き詰めてやれば終わりはないです。他の仕事もありないけど、ブワーってやり始めたらやっぱり1年半年ぐらいでベーシックカットっていうのは
一般にこうサロンワークで使うものってなんとかなりそうな気がするんですよ。あとは応用編じゃないですか。ある程度のところ一般の方が OK の状態から、お客様に入っていって、そこから自分のレベルを上げるっていうことが大事なんですよね。だからデビュー時に完璧ってことはないんで、だから3年間かかるって言ってもカットが3年かかるわけじゃないからっていうだけ頭に置いておいてください。あ、そう、スタイリストにならなきゃダメですかっていう質問も来たんですけど、それにならなくても大丈夫だと思います。ただ先ほど言ったように、カラリストとかネイリストとかっていうところの話もしたと思うんですけども、特化してしまう。スタイリストにならないってことはアシスタントに特化するっていうことじゃないですか。でアシスタント作業の何かにやっぱりですね、自分の武器っていうのを作らなきゃいけないと思うんですね。例えばですけど、カットはしないけどセットはめちゃくちゃうまいとか、そしたらそのセットすることによってその人が売り上げを上げることができるじゃないですか。だからセットとかメイクとかうまいっていうのがうまい、カットはできなくてもそういったところにすごく特化してるっていうのはすごく大事なところです。それからカラーリングが大好き、カラーリングが大好きであればカラリスト、そのお店の中でカラリストとして活躍できると思うんですね。でこれはね、名前としてカラリストっていう名前がなかったとしても、アシスタントでカラーの得意な人がいているっていう感じで、例えばスタイリストがいて、じゃあカラーからは何々さんに任せるからって言って、カラーはそっちの人が担当するみたいな感じで生き残っていく可能性というのは非常に高いし、そういうふうにこう自分の中で武器となるものがなかったらスタイリストにならないで生き残るっていうのは、僕は結果的にですよ、若い時はいいかもしれないけど結果的にできなくなると思います。美容師がだってアシスタントで生活していくってことは、スタイリストがいなければ自分が生活できないわけだから、もちろんそのスタイリストはそのアシスタントがいると助かるんですけど、やっぱりアシスタント作業の中でも自分が特化した何か、これ私はこれ絶対強いんだっていうものをですね、一個見つけるっていうことが必要で、でそういったものがあれば、で環境があればアシスタントだけでも生き残る環境っていうのは僕はすごくあると思うし、そういった人が欲しいって思ってる人もたくさんいると思いますよ。だから時代も変わってスタイリストにならなくても僕はいいと思います、いいと思いますけども、自分の何か技術の中で、これっていう何かですね、一番いいのは売上が上げれる何かが持っておいた方がいいです。スパリスト、カラリストとかですかね、セットリストとか、そういうふうにこう自分が売上を上げれるっていう何かベースがある、それありながらアシスタントをやるっていうですね、そういう感じであればスタイリストにならなくても生き残れるんじゃないかなっていう感じはしてますね。はい、一応こんなところです。で、僕一つね、言いたいことはですね、皆さんでこうお休みと給料を取ってみると思うんですよ。で今給料20万が当たり前なんで、こうバーって見て20万20万20万って20万いってないとこっぽいみたいな感じだと思うんですね。で僕ね、あえて今日19万って言ったんですよ、給料をね。そうすると最初の数字こう20っていうのを見てるから、最初が2じゃないと弾かれるんですよ。あ、はい、10、10、10、はい、20こっち、はい、10、10、10、はい、20こっちで、20中からこう選ぶみたいな感じで、で週休2日、週1日、はい、これ違うみたいな感じで、どんどんこう選別していくと思うんですけど、やっぱりね、極端に安いところっていうのは僕はダメだと思うし、極端に休みが少ないところっていうのもダメだと思うけれど、限界はあるんですよ。で美容師って経営していくのとかがすごく難しいんで、集客するのとかも難しいから、ホットペッパーに月50万とか払ってる美容師もたくさんいるわけですね。だけどね、はなはだおかしい話って、最初からそんなの、最初から給料20万なんてどう考えてもおかしな話で、何もできないんだから。例えばシャンプーできて、カラーできて、お店の中のこう流れとして組み込まれました、何々さんがいないと営業回んないんだよねって言ったら20万でいいと思うんですよ。だけど何もできない、立ってる状態で20万なんて僕はありえないと思ってるんで、だってそりゃそうですよ、よく考えてくださいよ。でね、うちはね、将来的には20万にしようと思ってるんですけど、研修期間っていうのは設けようと思ってるんですよね。要するにシャンプーとかカラーとか、ある程度お店の作業ができる状態になったらこの給料です。それまでは研修期間で、例えば17万円ですよとかいうような感じにしていこうと思ってるんですね。これはね、その僕ら美容師の立場とすると、僕が今言ってることっていうのは当たり前のことです。例えばそこに立ってて、はい、給料発生しますなんてことはないんですよ。それはね、よく考えれば分かるはずなんです。
だからね、あまりにもこう条件の良いところ良いところっていうのを求めすぎて、福利厚生とか給料とかっていう方向だけにですね、お店を選ぶポイントを、特化してほしくないんですよね。ある程度のところは必要だと思います。例えば週休2日社保っていうのは今当たり前になってるから、週休2日社保でとりあえず探しておこう。その中でこう見たときに、例えば給料がやけに安いところ、やけに高いところ、おかしいぞっていうふうにこう弾いていたときに残るサロンがあるじゃないですか。そこのサロンを、そこのサロンから選ぼうと思っても多分何百社ってあると思うんですよ。でそこをですね、例えば自分がこういう、例えばスタッフ人数どのくらいのところで働きたいな、どこどこの場所で働きたいなっていうところから選別していくといくつかになるから、そこからですね、その見学したりとかして、選ぶっていうのが僕はいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あまりにもちょっと福利厚生とかっていうところに縛られすぎない方がいいお店と出会う可能性がありますよっていう話でした。これでもう一応動画最後になるんですけど、とにかくですね、今日山野さんっていうのは美容専門学校っていう中では本当にこう素晴らしいところじゃないですか。歴史もあって、でそういうサロンだから、そういう美容学校だからこそ有名サロンもたくさん来てる中でですね、どこのおっさんかも分かんないのが僕はポンって座っててヘアメイクしようって書いてあっても、別にねどういう美術かも分かんない、まあ検索すれば分かるけどっていうところの中でね、来てくれた方本当に感謝しています。それからね、絶対この動画見てないと思うけど、その僕の脇のブースが空いてたんですけど、そこで座ってね携帯見てくっちゃべってる1年生いたんですけど、もう一言言わせてもらって終わってるよ、あなたたち就職ガイダンスでしょ。どこのサロンでもいいじゃん、別に話聞くだけ聞けば、ね、聞いたところで、あ、なるほど、こういうサロンもあるんだ、こういうサロンもあるんだって、だって空いてるところあるんだから、ね、あいつはそこ空いてるからちょっと行ってみようよみたいな感じでね、行けばいいのに、行かないでそこに座ってね、携帯見てくっちゃべってるみたいな、もう山野さんには申し訳ないけど、もう終わってるし、でもしかしたら、その例えば大きいサロンのね、この話だけ聞いて、他聞くそのなんか興味もねみたいな感じで聞き終わってからそこにいるのかもしれないし、よくわかんない、事情はわかんないけど、でもね、他のサロン興味ないからって言って見ない聞かないなんていうのは話おかしくて、だってね、こんないい大人がですよ、わざわざ足運んで説明しようと思って行ってるわけじゃないですか。そしたら空いてるサロンがあったらさ、やっぱり行って、どういうサロンなのかな、どういうシステムでやってるのかな、ああなるほど、私がさっき聞いたサロンだったけどこういうのもあるんだって知る必要があるでしょ。でそれでも空いてるサロンがあるのに横でくっちゃべってるなんてありえないから、悪いけど、だから、絶対この動画見ないと思うけど、今日来てくれた方っていうのは本当にね、こういうおっさんが一人でいるところに来てくれてありがたいし、横に空いてるブースのところでくっちゃべってるやつもう多分僕でもないと思うよ、はっきり言って言っちゃうけど、将来的に何になりたいか俺よく分かんないけど、もしかしたら美容師になる気もないのかもしれないし、美容の免許だけもしあれば、なんか別にネイリストだかヘアメイクだかよく分かんないけど、そういう風に行こうかとか美容師になる気がないのかもしれないし、僕はよく分かりませんけど、もし美容師になりたいと思ってるやつがそうなの、もうそういう風にこう横でくっちゃべってなんてもありえないから、悪いけど山野の上層部の方がもし見てたら、ね、本当にあれは良くないと思うの、それだけ最後に言わせていただきたいと思います。はい、それではですね、いろいろこういただいた質問の内容をもうちょっと深く掘り下げて、お伝えしましたけれども、とりあえずね、美容師っていうのはこういう仕事ですっていうのは若い時だけの仕事ではないです。若い時だけのファッショナブルな仕事だと思うので取り掛かると僕は痛い目に遭うと思うんですよ。技術職だから技術突き詰めていかなきゃいけないし、でも自分が大好きなお客さんもですね、綺麗にしよう、痒くしようと思ったら技術突き詰める必要があるんですよ。だから若い時だけじゃなくて、自分が30代になった時のイメージなんで、絶対ね10代後半なんていうのはあるわけないし、僕もなかったから、だけど30代になるし40代になるんですよ。その時に自分がですね、豊かにどうやって過ごそうかっていった時に、やっぱり女子でも男子でも自分がこれっていう仕事をですね、しっかり持ってるっていうのがすごく大事で、そういう仕事を持ってる人がやっぱり豊かに、生きてるんです。だから、美容師っていう仕事はですね、何やってるんですか、美容師ですって言ってこうポリシーを持って言える仕事だし、自分がポリシーを持った仕事ができるところじゃないですか。だから自分の人生
豊かに過ごそうと思った時に美容師っていう仕事を選ぶっていうのはものすごく素晴らしいことだし、ただね、一個だけ楽しくなるのが結構先かもしれない。最初からすげえ楽しいなんてなかなかなくて、スタイリストになってお客さんとコミュニケーションが取れて、あなたが必要ですって言われて、私もあなたが必要ですっていう、お互いのそういう信頼関係とか、そういったこう必要とされてる感が人生を豊かにするから、時間かかるかもしれないけど素晴らしい仕事だし、やり続けることが大事だと思います。そういった意味ではね、美容師になろうと思って何かのきっかけで山野さんとかに行ったりとか専門学校に行ったりとかしたところがですね、素晴らしいことだし、せっかく言ったんだったらもう食らいついてでも、せめてスタイリストになるまでは、食らいついてほしいというふうに思います。将来未来が明るい未来で楽しい、素晴らしいビューティーライフというか美容師生活ができる、ようにですね、今日来た方、応援していますので、ぜひもし質問があればですね、コメントとかにいただければ、インスタでもいいです。丁寧に僕は答えたいと思います。美容師人手不足です。どこの店の就職、どこの店に就職しようが何しようが僕は別に構いません。美容師が楽しいっていう、楽しいだけど楽しくなるためには乗り越えなきゃいけないところがたくさんあるっていうことを僕は伝えるためにあそこに行ったと思ってるんで、ぜひ美容師という仕事を誇りを持ってですね、就職して、突き詰めていっていただきたいなと思います。それではこの辺で失礼します。さよなら。3219、最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。